そのランプは。へん、お前なんかに使えるわけ。封印の呪文は、呪文、名前は誰ですか君。さっきの道関係なかったね。多分あの真ん中も関係ないかなって思うんやけど。はい、それじゃあ料理お任せで。いいね。それでもやっぱり全員がニコニコっていう感じの時は結構少ないね。誰かしらが死んでる。はい、ゲームコーナーでルーレット。ブレザーローブ。これは、リニちゃんよね。欲しいです。ブレザーローブ？今のは？レザーか。ブレザーじゃなくて。あ、これは MP 飴ですね。ですよね。はい、MP 飴1個ゲット。そして、お小遣い。武器。お、闇のステッキいいね。ちょっとなんか星が散りばめられとる感もいいよ。イェイ。さっきの星のステッキよりかはね。はい、そして、お、アイナが服を。プラスチックゴーグル。ちょっと安っぽくなったよ。大丈夫？強いんでしょうね、それは。プラスチックゴーグルを買ってきた。さあ、何色がいい？これはちょっと、赤がいいかな。はい、赤でいきます。パリッとキリッと。はい、それじゃあ、出発。進行。お、これであれやね。なんかパステルチック、夢かわいい系二人と、かっこいい系二人みたいな。まあ、アイナの格好がかっこいいかどうかは置いておいて。置いておいてね。あ、こっち行ってない。はい、行きましょう、行きましょう。行くか。一本道かな。分かれ道ありそう。お、その服新しいやつか。うん、悪くないね。まあね。服を褒められて嬉しそう。あ、でもね、クルミンの服の方が圧倒的に可愛いけどね。きっと、同情的なやつ。お、あるのか。ってことはどうしよう、下に行こうかな。はい、行きましょう。世界って美しい。それ久しぶりに聞いた。昔はちょっと口癖みたいな感じだったんかな。はい、カブトガニの化石。お、ビッグウェポン、ありがとう。みんなね、人をパワーアップさせるような。あ、そっか、そんな武器あったっけ。ちょっと一瞬、なんだそれって思った。お、カブトガニのかけらが、かけら、化石が、何気にちょっと、しぶとかったぞ、今。汗かいちゃった。みんななかなかレベルが上がらないな。そこそこぐらいの経験値がないとダメなのか。はい、開けます。ゲーム券3枚ゲット。これそのまま何事もなくやるやりにつきそうな気がしなくもないんやけど、ゲットできないの、もしや。あ、謎の宝石来た。びっくりした。勝手に出てきた券何かと思った。開ける開けないの選択肢がなかったわ。はい、宿屋に到着。お、2組同時に好きレベルアップ。好きかも。2人はあげるを覚えた。相手が回復グッズを使い切っちゃった。その時に自分のをあげる。結構気になる。2人は褒めるを覚えた。ほら倒したよ。うん、すごいね。嬉しくて上機嫌になっちゃう。単純か。はい、そして続けます。もちろん。はい、それじゃあ料理をお任せで。ああ、アユナだけが、アユナだけが、あっち二人あれやね、お揃いやね。いいね、かわいい。はい、そしてゲームコーナーでルーレット。牛骨の槍。牛骨の槍は、これミラさんか。怖い。急激に怖い武器になる。
さあどうだ。ああ通り過ぎー。 HP バナナ一本おめでたくはないかな。ほい、それじゃあお小遣いを。お、武器、哺乳瓶。赤ちゃん帰りしてる哺乳瓶を買ってきた。あれかな、子供が生まれたかなパシャパシャ。これをかけられて死ぬ敵もちょっと嫌やねはい、そしてミイラさん、ヤギの翼。お、買ってきた買ってきた。あ、これちょっとかっこいい系になるね。いいね。しかしやっぱり持ってる武器が間抜けなんだこれで4人中1人だけちょっとファンシー担当みたいな感じになったかなですね。でもこうかっこいい系なのにちょいちょいこう科学者が哺乳瓶持っとったりとか、まあ、ちょっと悪魔の羽を生やしたヤギがウッチを持っとったりとか科学者の武器ボトルを5種類集めよう、達成。さあこれで開かんかったあの扉が開くでしょう。よし、やっとだ。行き止まりかー。なんかこういう感じのさ、壁に開いた穴に何かを入れて通れるようになるみたいなの前にドラクエでなかったっけ。まあ、よくある手ではある。手あ、さっき拾った宝石、宝石がハマった。なんか雪山みたいなところなかったっけ。やったー。お、先に進みましょう。さ、進みましょう、進みましょう。ってことでこれでランプの魔人のところへたどり着いたわけだね。めっちゃ笑うやん。ヒャッホー。なんだお前は。こっちのセリフだよ。財宝返せ。やだよバーカ。この砂漠は俺の縄張り。町の奴らのものは俺のものだ。ジャイアンやん。帰れ帰れ。じゃあこれで。あ、そのランプは。へん。お前なんかに使えるわけ。封印の呪文は、呪文、名前は誰ですか君。待って、名前わからないんだけど、誰こいつ。ポーカ、やっぱり知らないのか。封印の呪文は俺の名前だよ。誰彼は誰ですか。これは私が記憶をたどっていくしかないパターンのやつですか。彼の名前は、誰でしょう。ね、ちょいと待ってね。ということで私は過去の動画をちょっと見てきます。ほい、見てきた。バイバイキン。あ、なぜ呪文を知ってる。自分がヒントを言ったからだね。バイバイキン。あー、やめてやめて。バイバイ、何回って感じだけど。バイバイ金返します。財宝は返します。いや、やっぱりほら可愛い顔がお願いやめてー。やめてあげる、やめてあげます。なんかすごい穏やかな顔してる。あゆな、どうした。何、悟りを開いた。はあはあ、反省した。はい、ごめんなさい。財宝は町に返してきます。ヒャッホー。ヒャッホー。ランプの町に売買金や財宝を持って町に向かいました。隣の町に戻りましょう。私これ多分ね、ファーストシーズンでは、聞く耳持たずに吸い込んだと思うよね。かわいそう。いや、かわいそうって言ってもね、自業自得だから。うん。そこはしょうがないのだけれど。トナリーノの町、自動的に飛んだぞめっちゃイライラしとる。ご迷惑をおかけしました。この財宝はお返しします。
あらまあ、うははは。隣犬の町の者ども、お前たちにもくれてやろう。絶望をな。そっか、まだここから顔が取られたりするわけ。財宝が帰ってきたと思ったら今度は顔が取られていく。ちょいとあんた聞いてくれんか。もっと大変なことになってしもうた。今度は大魔王が来よってな。なんと、みんなの顔を奪っていったのだ。ランプの魔人どころじゃないぞ。本当にとんでもない奴がいたもんだ。それにしても大魔王は明日すずちゃんの顔まで奪いおって。許せん。わしの生きがいを返してくれ。大魔王はピラミッドに飛んでいった。あんた何とかしてくれんかの。ああ。すずちゃん。すずちゃん。もう歌えない。ああ、二人とも。友蔵さんは無事。むむむ。宝物庫は一体どこに？ん？いや、私は探検家友蔵。毎日ピラミッドを探検してるんだ。知ってるよ。そんなことよりでしょ。ちょっと聞いてるの？大魔王よ、大変じゃない。あんたいつも他人事みたいに。今はそれどころじゃないんだよ。他人事みたいにとかじゃないんだよね。見えてる？顔がなくなってるんだよ。ああ、魔人まで。魔人はもうこの機会に反省してもらえば。ああ、なんてこった。みんななくなっている。さあ、それじゃあちょっと奪い返しに行きますかね。あっちに、誰の顔？あっち側に、魔人の顔があるんやっけ。行くか。いや、ピラミッドやったよね、魔人も。とりあえずピラミッドの方向に行きます。また町の人の顔取られちゃった。大魔王は何が目的なんだろう。それを知るためにも大魔王を、おお、あ、魔王を、おおって語呂がいいね。めっちゃどうでもいい。ほら、クルミン顔が怒っとったやろ。息が大丈夫か。砂漠だからね、ここ。よっしゃ、いけーい。劇薬フラスコー。劇薬を哺乳瓶から発射する。どうだ、間違えて赤ちゃんに飲ませんように気をつけんとね。やったね。今日は何があるかな。怪物の気配が。大丈夫、リミちゃんはそういうのを察知するのね。魔法使いだからかな。マイペース。お、珍しくやる気。バグクラッシュ。あ、ここは珍しくやる気なら、こう全体攻撃をしていただきたかったね。いけい。どうだ、イエイ、勝利。結構頑張ったね。そしてひたすら、ゆっくり行こうよ、ゆっくり。人の顔が奪われたと言ってるんだから、ゆっくり言ってる場合じゃないんだよ。ゲーム券を3枚ゲット。さあ、突き進んで行け。すがすがしい気分。使いどころ違くない？大丈夫か？ふぅ。暑さでフラフラだ。砂漠の夜は寒いんだよ。あれは、あの椅子で休もう。あー、キックそっち回復した系ね。なんか今回まだこのサボテンでダメージを受けたパターンがないよね。なるほど、みんなちょっとツボに効く子たちばっかりということで。どんな子たち。はい、ということで、じゃあ今回この辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますので、そちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。